では2024年3月3日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ東京アンティオク教会 CS 子ども礼拝を行います。総額のうちに静まって死を待ち望んでまいりましょう。はじめにお祈りいたします。天のお父様、今日の CS 礼拝を導いてくださり、このように私たち一人一人を御前に集わせてくださりありがとうございます。礼拝のうちに主が豊かに臨んでくださり、あなたからの祝福を豊かに受け取っていくことができますように導いてください。はじめにあたり感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは最初に死を賛美する時を持っていきたいと思います。Thank you.
それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。まだ慣れていない方はモニターをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、御国は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは佐藤伝道師に導いていただいて聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエス様の十字架の死を告げ知らせるものであります。イエス様をご自分の救い主と信じ、すでに洗礼を受けておられる方、また洗礼を望んでおられる方には、ぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またこの礼拝をインターネットで見ておられる方の中で、イエス様を方もこの式に加わっていただきたいと思います。インターネットの方はパンとブドウ酒、ブドウジュースをご自分で、用意していただきたいと思います。それではこの聖餐式のためにお祈りいたします。天のお父様、この聖餐式をありがとうございます。このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを祝福してください。私たち一人一人に御体御血潮の恵みを憐れんでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは共に悔い改めのお祈りをしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスはパンを取り、祝福した後、これを先彼らに与えておられた、取りなさい、これは私の体です。イエス様の体を、御体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の血潮をいただきましょう。
父様、この聖餐式の恵みをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖餐の恵みに預かった後は献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。天のお父様、この献金の時をありがとうございます。あなたからいただいたものの一部を今あなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれを清めて御国の御働きのために豊かに用いてください。また捧げられましたお一人お一人を霊的にまた実際的に豊かに祝福してください。主の皆をあがめます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは証の時に入りたいと思いますが証がある方、証がある方、花ちゃんちょっとこれで映し、ゆっくりいる。が今インドのミッションクリップに行ってるんですけど、ルークがサトピーがインドに行けるようにってお祈りして、なんか喉が痛かったりとか体調が悪かったんですけど、ルークも一緒にお祈りしたらその体調も良くなって、今インドに行けてるっていうことで、そのことを伝えたかったみたいで今インドで奉仕をしております。神様に心から感謝します。ありがとうございます。素晴らしいね。ルーク君ありがとうございました。それでは東京アンティオキ教会佐藤伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
にちは、映像を見ているお友達こんばんは、おはようございます。ただいまから、子ども礼拝のメッセージをお話をさせていただきます。それでは、メッセージの前に一言お祈りをさせていただきます。恵み会でのお父様、今日の子ども礼拝ありがとうございます。この場所を与えてくださり、またお一人一人この場へ導いてくださり、礼拝が行われていることを、またこのメッセージを与えてくださっておられることを覚えてありがとうございます。御心を語っていくことができるように、このまま強め、またお一人一人守り、また、お礼を見ておられるこのお一人お一人も祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のお話は、先週のお話のさらに、ね、続きとなっていきます。ですね、今日のお話はですね、イエス様がお弟子さんたちと最後のお食事をしたお話となっています。時期はですね、こんな暖かい春の日で、本当にたくさんのお花が咲いていて、とても良い、ね、気候だったんですけれども、当時ね、その頃エルサレムでは杉越の祭りって言って、町やまた村から親戚の人とか家族とかでみんなエルサレムに向かって杉越のお祝いをするために、向かっていて、とても賑やかな町が、エルサレムの町がとっても賑やかなこの頃だったんですね。そしてその頃ちょうどユダヤ人の指導者たちは、とってもイエス様のことをね、憎んでいたんですね。それは、まあ、どういうことかというと、イエス様がいろんな、人たちを、まあ、助ける、ね、助けるんだからとても良いことだと思うんですけれども、指導者たちの方々にとってはそれがちょっと尺に触っていたんですね。とってもイエス様に対する思いが本当にこの膨らんでしまって、どうしようかと思っていたんです。イエス様が病人を癒したり、奇跡を行ったり、神様のお話をしたり、いろんな、ね、ことをやっていたんだけれども、それを本当にこの、心の中では、まあ、人気にイエス様がね、たくさん本当にこの人気者にとってもなっていて、いろんな人たちがこうイエス様の周りをね来ていたから、それも尺に触ったのかもしれないけれどもさ尺に触っていたんだけれども、そしてイエス様を殺そうと思っていたんですよ。そしてその頃にね、やっぱりイエス様のこの12人の弟子たちがいるじゃないですか。その12人の弟子のうちのユダっていう弟子がいたんですけれども、その人もイエス様を裏切ろうと思っていて、その指導者たちのところにわざわざ行って、イエス様を引き渡すためにはどうしたらいいですかねってちょっと相談しに行っていました。そしてその情報というかな、そのことを知らせたもらったおかげで、ユダは銀貨30枚をその指導者たちからもらっていたんですね。そしていつイエス様のことを引き渡そうかとずっとこの見ていました。ちょうど今その時はこの杉越の祭りっていうことをお話ししていましたけれども、イエス様もエルサレムに向かって杉越の祭りのお祝いをするためにあるお部屋をねお借りしていたんですね。お弟子さんたちに声をかけて、ちょうど杉越のお食事ができる場所を聞いていました。こんな感じでお弟子さんたちを使ってですね、使ってとかお願いしてお部屋をね見つけることができたんです。そしてですね、これかな、ちょっとこんな感じにちょうどいい場所をこの神様は、イエス様はこの与えてくださって、みんなでこの食事を、杉越のお祝いをする、このお祝いの席を、場所を設けることができました。杉越の祭りというのはどういう祭りかというと、昔奴隷になっていて、エジプトで奴隷になっていた、ユダヤ人の人たちがですね、とても苦しんでいて、その様子を見ておられた神様がこの助けるために
ず鴨居って分かるかな、お家の門のところにこの子羊の血を塗って、ここはだあの、ま、あの大丈夫なところっていうか、この鴨居のところに門のところに血を塗って、子羊の血を塗って、心はここは災害から守られる場所ですよということを作ってくれたんですね。そしてその時に固いパンを食べたということなんですけども、そのことをお祝いする杉越の食事っていうのをその時に取ることとなりました。この絵にも書いてあるようにこんな感じでね、この周りにイエス様を中心として席を設けて、ワインやまたその子羊の血の代わりになるワインやパンを食べていたんです。その時にイエス様はなんて言ったかというと、この中で私を裏切る人が、この中で私を裏切る人がいますって急に言ったんですね。だからお弟子さんたちはびっくりしてザワ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 ってなって、一体どういうことなんだろうと思って、それは私ですか、私がイエス様を裏切るんですかと、みんなお弟子さんたちはイエス様に聞きました。そしてイエス様はそこで何て言ったかっていうと、私は聖書に書かれている通りに亡くなります、だけどそのことをお手伝いした人たち、そのことを助けた人もその報いを受けることとなりますということをお弟子さんたちに言いました。そしてそのことを聞いていたユダもですね、思わずイエス様にそれは私ですかって聞いたんですね。そしたらイエス様はそうです、あなたですということをね、ユダに言ったんです。その時ユダはどう思ったかなと思ったんですけれども、でもイエス様はユダのこともとっても思っていたので、ユダが心を変えて助かるようにということを思っていたと思うんですけれども、ユダの心は変わることがなかったみたいなんですね。そしてイエス様はどうしたかというと、お弟子さんたちの中でパンを取ってこう言ったんですね。マタイの6章の26節のところにその箇所が載っているんですけれども、そのところも読みながらちょっとお話ししていきますね。マタイの26の、26節、はい、また彼らに食事をしている時にイエスはパンを取り祝福した後、これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体ですと言って、イエス様はお弟子さんたちのところにパンを裂いて皆さんに渡しました。そして次に何と言ったかというと、次にこのワインですね、子羊の血の代わり、杉越の祭りの時に使う子羊の血の代わりに、この時ブドウ酒を飲んだということなんですけれども、このブドウ酒を手に取ってこのように言われました。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお渡りになった、この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人々のために流されるものですとお話をしました。ね、とても不思議な、ね、ことをイエス様はお弟子さんたちに言ったんですけれども、これはとても大切なことなんですけれども、どういうことかというとですね、イエス様が十字架にかかってこの後亡くなられていきますけれども、それはその時にこの切られたイエス様の肉はこのパンだよということを教えてくれました。そしてその流された血はこのワインだよということをおっしゃったんですね。これをこのパンを食べるもの、またこの血を飲むイエス様の代わりとなるこのワインの血を飲むことは大切なんだよということを言ったんですけれども、それはどういうことかというとですね、イエス様は罪がないお方です。そのお方が私たちの罪の代わりに十字架にかかって死んでくださったんですけれども、
そのことを、まあ、信じることによって私たちは天国に行くことができるんですけれども、そのことの印としてイエス様は、血を流そのことの、この代わりとしてイエス様は十字架にかかってくださったんですけれども、そのことを本当にこの信じる人たちは、天国に行くことができるんですけれども、そのことを表すためにこの聖餐式、このことを教えてくれました。これは今でも教会でもやっている式の一つなんですけれども、さっき聖餐式ということを行いましたけれども、それはイエス様の、十字架の死のあがない、この、パンとブドウ酒をこの表す式のことです。みんなも毎週礼拝に来てこの恵み、神様からの恵みのこの聖餐式に預かっているわけですけれども、ぜひね覚えていただきたいと思うんですね。イエス様は罪がなかったんですけれども、私たちの罪の代わりに罰となって十字架にかかって亡くなってくださったんですけれども、天のお父様はその罪を許すことができないこの方なんですね。好きであるこの神様は罪を許すことができない、できることができず、本当は天国行くことができなかった私たちをイエス様を身代わりとして十字架にかけてくださって、かけてくださって私たちを助けてくださいました。そのことをですね忘れずに、毎週、礼拝の時にこの式に私たちを預からせてくださって、さらに再度恵みを知ることが体験知ることができ、また再度、気づいて信じる信じ続けることができます。みんなもですねこのことを忘れずに、またこれとはとっても大切なことなので、たくさんの人にさらに伝えて教えて言ってもらいたいと思いますということです。今日は聖餐式のお話をさせてもらいました。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、今日のこのメッセージの時をありがとうございます。さらに一人一人が神様の恵み祝福預かっていくことができるように、またこの聖餐式の恩体恩知識を覚えて信じていくことができるように守っていってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではハレルを歌って祝祷を言って、子ども礼拝を終わらせていただきます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。アーメン。はい、それでは終わらせていただきます。この後ワークブックする時間です。お願いします。